信州の諏訪の丸井伊藤商店と申します。丸井発酵パークという名称も使ってますね、はい、信州味噌の、スープ2種類でございます。辛いのと甘いのとございます。信州味噌を使った、味噌スープなんですけれど、味噌汁系統じゃなくて、まあ、あの中華系統、ラーメン系統だ、ラーメンのスープにしてもらってもいいしっていうような、形で、作りました。やっぱり焦がしネギをラードで炒めるんですが、これは自社で作りまして、でやっぱそれが一番の、まあ、香り付けというか本格的な味の香味付けにもなってまして、でそれを、まあ、自社で作ったものをこう入れまして、で仕上げてますね、はい、もちろんラーメンもちろんなんですけれど、野菜炒めとかチャーハンとか味噌だめにしても非常に美味しく使えます。野菜とかにもね、とか肉とかにも非常に合いますんで、そういう具材入れれば入れるほど味の深みが広がります。信州味噌を使った味噌スープということで、ぜひとも、使ってもらって、味を確かめてみてもらいたいと思います。よろしくお願いします。